チャワトゥッティスズです。もう充電が 20% しかないけれど、今から夕飯を作ります。そして、今日の夕飯はですね、とりあえずカレーができてるんですけど、カレーの他にイタリア家庭料理をですね、久しぶりに作っていこうと思います。ちなみにこの料理、昨日初めて YouTube でイタリア人が作ってるのを見て、見切り発車で今から作りたいと思いますけれども、うまくできるかはわかりませんが、きっとうまくいくと思います。それではどうぞ。On your mark. Set.まずこれね、使うはメイクイーンです。メイクイーンじゃなくてもいい、じゃがいもです。どうするかって、このじゃがいもの皮を剥いて薄くスライスしていきます。待ってよ、これさ、ビニール袋からさ、ビニール袋にじゃがいもの皮入れようと思ったらさ、全部じゃがいもの皮がビニール袋をよけていく。どういうこと？だってこういうこと。ビニール袋を開いて、せっかくこの中でやろうと思ったのに、ここにね、遮られてなかなか入らないの、皮が。だからもう一回掃除しなきゃいけない羽目になるの。剥いたじゃがいも、これをまたシャ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 ってこうやって相当なる薄切りにしていきます。どれぐらい薄切りかっていうと、まあ、ちょっと薄すぎない？これ、まあ、こんなに少なくてもいい。もうちょっと待って、これだと薄すぎるわけ。だからなんかちょうどいい塩梅のさ、薄ないのかな、なんかここないのかな、シャシャシャってやるやつ。シャシャがあればいいんだけど、あった、これでしょ、多分これのことだよね。そうそうそう、これです。なんだよ、あるじゃん、ほら、こんなに薄くなる、天才。これぐらいまで残った、もう一個ぐらいいるよね、じゃがいも、もう一個。あー、ここまでいった、すごくない？で、ここに直でオリーブオイルを入れます。どれぐらいかというと、チャララン、一回しぐらいで、こうやってね、手で、あ、なんか落ちた、手でこうします、混ぜ込みます。玉ねぎを半分、大体でいいのよ、千切りしなくてもいいけど、小さく切った方が美味しいと思うよ。千切りとまではいかずとも、何、私何切りしてる、小さい切り、噂のティファールちゃんにここにもうすでにぶち込みます。もうちょっとあった方がいい、でも足りるよね。で、待って、もうちょっとあった方がいい、玉ねぎって体にいいって言うじゃん。まあいいか。で、これ入れて、オリーブオイルちゃら、今こんなことになってます。そしてこれを火にかけます。火はだいたい中弱火、これが焦げきつね色になるまで、このまま。次に使うのはひき肉、次はひき肉を使います。これ豚だ、豚でも牛でもどっちでもいいです。肉は 500g、 肉は 500g 入れました。で、ある程度こんな感じになったら、なんていうの、半焼きぐらいになったら、カップ親指1本分、親指1本分のお水をここに投入して、蓋をして蒸し焼き。で、火が通ったら1回お皿に開けます。予想以上に水分が出てる。なぜ？ちょっと蓋を取って一旦このままもう1回します。多分ね、YouTube に載ってたのはこれに塩コショウだけだったわけ。ちょっと、あ、やっちゃったっぽくない？かけすぎた？予想以上の肉汁なわけ。でもね、で、ちょっとできるかな、ちゃんと。オッケーいいよ。オッケーいいよ。ここまで完成だよ。できてるよ。できてるよ。そしたらここに、こうでしょ。
やって上に乗っけました。じゃがいもの上にひき肉を乗っけた、ひき肉を乗っけた。でこの上にさらにじゃがいもで蓋をします。いやでもいけるよ、なんとかします。で常に火は弱火を、蓋をします。そしたらこっからよ、こっからがやばいの。裏返さなきゃいけないから。でも大丈夫、なぜならクッキングシートを使います。クッキングシートを上に乗っけて皿の上にひっくり返す、できるかな。決定的瞬間の目撃者よこれ、マジで。これ失敗したらもう大掃除になる。こうビニールシート、あやっぱさ、あっちでやった方がいいよね。あの流しの上でやった方がよくない？危ないもんね。流しの上に置こう、これよいしょ。よし、いいよいいよ。3、2、1。ほっ、あ、なんか肉汁。待って、こんなことってある？こんなことってある？肉だけ取れたんだけど。ちょっと、どうしたらいいのよ、じゃあ。なるの、なんで？じゃあいいよ、分かったよ。何がいけないの？いいいいよ、大丈夫。できてる、できてるよ、できてる。私はでやれるもん。ちょっと待ってよ、ほらこんなことになっちゃったじゃん。で大丈夫なの、でもね、心配しないで、できるから、美味しくできるから大丈夫だよ。こうすんじゃん。今度はこれをこのクッキングシートごと戻すわけ。とマジで思ってたのと全然違うんだけど、まさか肉だけさひっくり返る。ティファールってさ、テフロンじゃないの？なんで？意味がわからない。くっついたよ。ちょっと待って、しかもここ空いてるしさ。よいしょ。こんなのはまだまだ序の口よ。大丈夫、ここはまだまだよ、大丈夫だから。想定内です、想定内。ここを掃除しなくていいってだけで私はいいんだから。ぐちゃってなるかと思ったでしょ。いくよ、いくよ、いくよ、せーの。できたっぽいぞ。熱っ。できてる。完成です。ご覧ください。これこれ、私が作りたかったのはこれです。それでは今日はこれをいただきたいと思います。じゃがいもポテト。じゃがいもポテト入刀です。切り方ってものが、そのままさ、一旦食べてみて、そのまま。ちょっとちょっとケチャップつける前にそのまま食べてみてば。今お風呂が沸いたね。沸いたね。いただきます。どう？ザクッとするみたいな。美味しい？ケチャップつけたいの？あなたケチャップ好きだからね。よかった。
また沸いたっていうか、もう沸きました。ご飯食べます。ということで今日もですね、天才的に見切り発車で途中はどうなることかと思いましたけど、美味しくできました。ありがとうございます。それでは皆さん素晴らしい一日をお過ごしください。それで何でもいいから挑戦してみて、できるから最後は美味しくできちゃうから。それではまたグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。今日はグッドチャンネルじゃない、今日はグッドチャンネルじゃない、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会い、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。部屋干しだ。部屋干しだ。